リンボさん、あなたが弁護しているベネット氏は明らかにプロじゃありませんか。検察側が集めた証拠をどうやって覆すんですか。有罪だと分かっていても依頼人がやってないって言うんだったら、それを信じて主張するのが弁護士だろ。それは被告の有罪を認める発言と受け取って良いのでしょうか。いいも悪いも真実なんかに縛られてたら弁護士の仕事なんかできないって。スローン氏はひどくあなたに憤慨していましたよ。そりゃいい、スローンに言っといてくれよ。弁護士を雇うときは一番嫌いなやつを選ぶのがいいぞ。戦う相手に同じ思いをさせられるからな。もう一つよろしいですか。ああもうやめやめ、せっかくのブリトーが冷めちまうだろ。やろ。あの、私フリーのライターであなたのことを取材す。あーストップストップ悪い、俺突撃取材って嫌いなんだ。それに今約束の時間にドンピシャなわけ悪いね。あの最近の若い記者にしちゃアナログでメモを取ろうとするのは珍しいな。俺は結構好きだよそういうの。そんじゃバイ。リンボー遅えぞ。悪い、外で変な記者に声かけられてさ。なんだこれ。スケアクローから渡された骨伝導型のマイクだ。耳の後ろに貼るんだってよ。ちなみに今も俺たちの声を拾ってる。もしもし、こちらホワイトハウス、どうぞ。こちらスケアクロー、感度良好だ。ちなみにお前たちの姿も見えている。どの店の監視カメラの映像もコントロール済みだからな。なんだよその気取った喋り方は。いいだろ別に、雰囲気だよ雰囲気。この方が俺っぽいじゃん。なあボス、やつはちゃんと来るのか。もうすぐ店に着く。あいつ、そう、彼女から連絡もあった。それに奴は焦ってる。俺たちを頼るほかないからな。はいはい、彼女ね。お待ちしましょう。いらっしゃいませ。何名様でいらっしゃいますか。今回のターゲットその1、下っ端ギャングのオーランドさんのご到着だ。よう、オーランド。今日はまた一段といい女を連れてるな。ゆっくり喋ってる状況じゃねえことはスケアクローにもう説明したはずだ。落ち着けって。俺だって仕事を引き受けるからには知るべきことは知っておかないとな。お前は俺が置かれてる状況を分かってねえ。落ち着けって。ほら、
店の中みんな見てるぞ。俺は落ち着いてる。落ち着いてない。いや落ち着いてる。ねえ落ち着いて。いいか、俺ってのはギャングどもの金を洗ってる。俺はそいつの下で働いてその金を盗んだんだ。オルテガからもギャングからも命を狙われてるんだぞ。だってオルテガは銀行の頭取だぞ。そんなのが相手となると俺も緊張しちゃうからな。不安なら警察に司法取引を持ちかけたらどうだ。警察なんか当てになるかよ。裏じゃギャングとだって繋がってるような奴らだ。ま、俺たちも善人とは言えないけどな。お前らは金さえあれば動く。そうだろう。悪党のくせに言ってくれるね。なんか同類にされたみたいで気分悪いな。ま、否定はしないけどな。でも金だけじゃ動かない。分かってる。オルテガの情報だろう。これがオルテガが洗った金とその取引先の情報だ。どれどれ。なるほど。でもこれが全部じゃないだろう。これは今スケアクローに送った。今受け取りましたよ。データの残り半分はお前らが用意する新しいパスポートと航空券を俺が受け取ってメキシコに着いたら送信する。まあいいだろう。金はどうする。前金はすぐに送金する。残りは現金でこの女に持たせる。わかった。じゃあパスポートはその時に交換だな。お嬢さんよろしく。いいか、気を抜くんじゃねえぞ。オルテガは殺し屋を雇ってる。俺は命を狙われてんだ。それじゃごきげんよう。バイバイ。バンクオブニュージーグの頭取がマネーロンダリング。他人のスキャンダルを暴いて金を儲けるのは気持ちがいいな。おいスケアクロー、お前もたまには顔出したらどうだ。引きこもってばかりじゃ体に悪いだろ。俺は裏社会のボス、影で全てを支配する男だ。なんだなんだ。ちょっとしっかりして。何があった。外に出たところで急に車が近づいてきて彼を撃ったの。死んでるよ。殺し屋を雇ったってのは本当だったみたいだな。ほら俺やっぱ外出なくてよかったわ。ああもしもし警察。ホテルホール G の前で人が死んでますよ。そうそう、そのホール G。 バンクオブニューシーグの頭取ともなれば腕のいい殺し屋を雇うだろうな。俺らが絡んでるのもバレてるだろうし、あんたも気をつけろよ、裏社会のボス。心配いらない。俺がいるのは完璧なセキュリティの要塞だ。ちょっと待て、別の通信が入った。毎度ご注文ありがとうございます。タートルビザの配達です。番号なし。誰だ。逃げられると思うなよ。次はお前だ。まずは名乗ったらどうだ。分かってるだろ、こっちは本気だ。いらっしゃいませ。すみません、テイクアウトでエスプレッソのトリプルショットを一つお願いします。テウタさん。アレックス
どうしたの？あ、もしかしてまたカルメンさんのお使い？当たりです。徹夜明けらしくてエスプレッソのトリプルショットを頼まれたんです。テウタさんはお仕事中ですか？ちょっと悩んでるところ。何を悩んでるんですか？ニューシーグトデイにいる先輩にね、どんな記事を書きたいのか自分の中で方向性を持てって言われたのよ。へえ。それでテウタさんが書きたい記事ってどんなテーマなんですか？エンタメを取り扱った記事ってあるじゃない？エンターテイメントですか？音楽とか映画とか。そう、そういう記事ってタレントさん本人についてとか映画そのものについて特集されてるでしょ。そっち側じゃなくて受け取る側の人たちがどんな風に楽しんでるかっていう視点も面白いかなって。受け取る側の人。そう、例えばすごく美味しいレストランがあったらどういうレストランなのかとか、シェフは誰なのか、何がおすすめメニューなのかって特集されるでしょ。誰でも毎日ご飯を食べるのに、食べるってことがどんなエンターテインメントなのか、人それぞれのはずなのに、その楽しみ方を紹介した記事はないと思わない？音楽とか映画も同じ。いろんな人にとっての音楽や映画がどんな存在なのかって、そういう視点も面白いんじゃないかなって。そういう風に考えたことなかったです。なんだかすごく手歌さんらしいですね。私らしい？はい、いろんな物事を人っていう視点で観察してる。毎週のコラムを読んでてもそう感じます。そうだ、私が書きたいのってキーになるのが人なんだ。見えてきたじゃないですか、テウタさんの記事の方向性。そうだね、アレックスのおかげだ。お役に立てたならよかったです。ありがとう。あ、いけない、そろそろ時間だ。アレックスごめんね、私仕事に行かなくちゃ。特ダネの予感がする取材なんだ。頑張ってくださいね。じゃあまたね。確かにカードを盗んだけど。そうです、取材の依頼をいただいて。名前はイリーナ・クラコウスキーさんだったと思います。
それではそちらでお待ちください。ブリッジスさんですね。こちらへどうぞ。あ、はい。どうも、はじめまして。あなたがイリーナ・クラコウスキーさんですね。こんにちは、お会いできて光栄です。どうして？どうしてって何が？何が光栄なの？私、殺人犯なの。そうね、正直言っちゃうと初めて会う人だから、できるだけいい印象を与えたいなって思ったからかな。変な人ね。でも正直なところは嫌いじゃないわ。座って。お茶は出せないけど。怖い？そんなことちょっとはありますけど。別にあなたに噛みついたりしないわ。仲良くしましょう。それで取材の依頼って聞いたけど、どんな内容？あなたが勤めてたジョージーナってファッションブランドの特ダネとか？秘密でつながったネットワーク。え？誰が始めたのか、誰が首謀者なのか、メンバーはお互いの顔も名前も知らない。武器の密輸、有力者の暗殺、政治操作。ちょっと待って、何のお話？私がいた組織の話よ。組織ってジョージーナのこと？ペンを貸して。いいけど。はい。はい。これはチェスの子かな。ナイト。もともとは小さなチームだった。それが少しずつ成長して、そして変わってしまった。ごめんなさい、ちょっと話が読めないんだけど。すみません、そろそろ時間です。え、もう？待って、イリーナさん、どうして私を呼んだのかだけでも教えて。私とつながりのない人間に話さないとダメなの。それに私好きなのよ、あなたのコラム。私のコラム？もうよろしいですか？あー、すみません。さよなら、またね。また来ます。
うなってるのよ。ねえ、しっかりして。こっちを見て。わかる？ねえ。誰か、手を貸して。救急車を。誰か。クソ。オルテガかよ。え？オルテガ？誰かの名前？連絡してほしい人？あいつらに気をつけろって。まだ、ナピートに。リモ？ちょっと待って。ねえ、リモ！リンボ、やってみるよ。待ってて。時間戻った。